はい、ひとつきまずは清水です。今日はですね、JOC 前会長の竹田さんが検察に事情聴取をされていたということで、五輪捜査がどん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 進んでいくんですが、今日はですね、同じ竹なんですけども、竹中平蔵さんについての話題について少し話をしようと思っています。というのもですね、オリンピック、異常な、人件費の中抜き問題というのが竹中さんはあってですね、このあたり含めて検察が追いかけてるんじゃないかということで、佐藤さんが特ダネということで、また検察のですね、最新情報、こちら取材した話をですね、佐藤さんから伝えてもらおうというふうに思っております。佐藤さんね、ジャーナリスト人生ね、40年以上、いろんな政治家官僚を取材し続けてね、そういう佐藤さんに今日も聞いていきたいと思います。ちなみに新刊が私の手元に届きました。コロナ日本国書だよということで、佐藤さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、思えばオリンピックも随分コロナの最中にやりましたね。もうむちゃくちゃ人が亡くなってる時に、あれはあんなに強行したっていうことはですよ、やっぱいろんな利権が絡んでたっていうふうに考えざるを得ないですよね。あ、そういうことですね。だからそういうことでね、とにかく注目されるですね、最重要人物の一人である竹中平蔵さんですね。この人に対するね、検察の捜査ですね。僕に入ってきた情報によるとですね、竹中さんの逮捕が強まってると、というようなことでね。もう多分ね、その話を佐藤さんから聞いて、みんな「本当に？本当ですか？」ってもうみんな前のめりで聞いてると思いますよ。とにかく情勢としてはですね、これはね、ちょっと前に分かったんだけども、結局ね、東京地検特捜部ですね、これね、今、五輪捜査やっている直告犯とですね、それから経済犯罪専門の財政経済犯ですね、この2つが車の両輪みたいなもんなんですけども、この2つともがですね、竹中さんを追及しているというですね、今、驚くべき展開になっているんですよ。直告犯も追いかけてるし、財政経だ済犯から、も追いかけてる。そういうことですね。2つ僕、こう攻めてる。そぐーっう、うん、と。そうそう。僕に最初に入ってきた情報は、このね、経済犯罪専門のね、財政経済犯ですね。これがね、この郵政局社であるとか、NTT の局舎であるとかですね、そちらの方の払い下げっていうかね、そちらの方に絡んで通級しているというね、話は最初に入ってきたんだけども、五輪捜査においてもね、やっぱりね、入ってきましたね、直行犯をやっているとつまいりうことで、そっちも絡んでるっていうことなんだ。絡んでいるどころか、むしろもうそっちの方が早いと。いう話で、早いという話でね、そういう話なんですよ。そしてね、その竹中さんのね、話に行く前にですね、同じね、竹コンビじゃないんだけども、竹コンビ。ね、ダブル竹、ダダブブルル番竹組のの一ね、角 JOC。竹田恒和 JOC 前会長任意聴取。これね、各紙書いてありますけど、これ読売新聞の記事でね、読んでいますとですね、東京五輪パラリンピックをめぐる汚職事件で、東京地検特捜部が日本オリンピック委員会 JOC 前会長で、大会組織委員会副会長も務めていた竹田恒和氏から任意で事情聴取していたことは関係者の話で分かった。事件では大会組織元理事の高橋治之容疑者が、スポンサー企業から賄賂を受け取ったとする受託収賄容疑で再逮捕されており、特捜部は高橋容疑者の理事としての職務などについて確認したと見られるとあるんですよね。これはね、もちろん書き方としてはですね、こういうふうに書くのがね、正解なんですけども、でね、この問題というかな、これね、この記事の後半部分にあるんですよね。これはね、前にもね、分かっていることですけども、特捜部は今月7日、事件の関連先として大会スポンサーだった駐車場運営、パーク24の捜索を実施。竹田氏は、2006年1月に同社の社外監査役となり、16年1月から社外取締役を務めているということなんですよね。で、ここでね、
僕に入ってきた情報によるとですね、検察はこの竹田恒和さんにも強制捜査の照準を当てていると。あ、この人にも。そうです。この人逮捕の可能性が強い。なるほど。でもこの人、もう2013年ぐらいに疑惑があった人だけど、時効にはなってるけど、この最近の贈賄に絡んでいる可能性があるというそういこうとなんこです。となんですね。なるほど、もうでもなんかもう今、東京拘置所 VIP ばっかり、大物ばっかり来てたら、もうびっくりな状態ですまね。あまあ、そうですね。まあ、この竹田さんという人はね、このフランス検察にもね、追及されていて、それで JOC、IOC のね、あ、JOC か、JOC の会長を辞めたわけなんですけども、これどういうね、容疑かというと、この東京五輪をね、持ってくるために、アフリカ票の取りまとめ、これでね、買収したんじゃないかということなんですよね。で、そのですね、買収を一緒にですね、やっていたのが、やっていたというかな、一応竹田さんと一緒にアフリカ票の取りまとめ、これを担当していたのが高橋治之さんなんですよね。ということでね、竹田さんはフランス検察にも事情聴取を受けていて、追及されていると。ということで、まあ、竹田さんはね、まあ、高橋さんとともに、この東京五輪をめぐるですね、金の集約点の一つではあるわけなんですよ。で、結局ね、この今さっき清水さん言ったようにですね、東京地検はですね、最初竹田さんは、このパーク24の関連はですね、結構古い時にですね、この関係者になっているんそうでで、すよね。これはまあ偶然ということで関係ないだろうと。いうふうにね、ずっと考えていたんですよ。で、ところが、ところが。捜査を進めてみると、意外にそうでもない。意外にそうでもなくて、さっき清水さん言ったように、最近のものにも絡んでいるんじゃないか。全くよく書かなきゃ時効で終わってたのに。まあね。なるほど。まあ、ということで、どうもその容疑っていうかな、疑いが強まっていると。なるほど。ということで、竹田さん、事情聴取ということで、これはね、逮捕っていうふうに断言はできないけども、その可能性が出ているなるほど。ということなんですよ。お忙しいやな、そんな3、40人ぐらいしかいない組織なのに、検察も。いや、そうなんですよ。もうこれね、まさに何度も伝えているようにね、この特捜部長の市川さんですね、本当にこれイケイケですね、もうね。そして、このね、検事総長の甲斐さんですね。これは全くね、ブレーキをかけるですね、素振りが全く見えないですね、これね。これはね、行くとこまで行きますね、これね。そしてね、その関連でね、行くとこまで行くという話でね、ここでお伝えしたいのはですね、これも特ダネの一つなんだけどもね、驚くべきことを申し上げましょう。ね。東京五輪疑惑。ね。逮捕者予定、なんと50人。ね。これね、50人。50人。これね、もうね、逮捕者なんと50人。もうね、これはジャパネット高田じゃないけどもね、なんと50人。なんとね。東京五輪驚きの50人逮捕でございますみたいなそういう感じですか。はあ。ね。そういうね、もう検察はすでにですね、逮捕予定者のリストを作っているというね、ことなんですけども、ね、なんと50人。そして、はあ。その中には、なんと竹中平蔵氏も入っているようだと。ね、で、僕が聞いたですね、信頼すべき筋から情報では、竹中さんが入っているのは間違いないと。なるほど。てかもう50人にまず私びっくりしました。いや、50僕ね、人そう、僕ね、最初聞いたとき、この話に本当に驚きました。これすね、ごいな。いかにですね、この高橋治之さんが結節点、集約点になって、いかに企業から、各企業からですね、金を集めていたかと。つまり金ってのはね、普通のっていうか、その表の金じゃなくって、ね、スポンサー料じゃなくって、裏金を集めていたかというですね、
そしていかにですね、この自民党の政治家にですね、裏金入っていったか。これのね、まあなんていうかな、象徴する話なんですよ。なるほどな。だからね。50人。まあ、でも今、角川が3人、青木が3人だろ？パーク24は対抗者が出てない。今ね、だから収賄側が、高橋治之、電通元専務、ね、深見和政、コンサルタント会社社長、コモンズで、2。贈賄側が、青木拡憲会長、青木宝久副会長、上田勝久専務執行委員、それから、角川歴彦会長、吉原敏行元専務、馬庭教授元担当室長、8人、合計8人なんですよ。全然まだやん。そうなんですよ。だ贈賄側がまだまだ出るようだと。ね。これはね、さっき言ったようにどういうことかというとね、高橋治之さんが相当手広く資金を集めていたと。ね。まあ、なんていうかね。まあ、要するにね、高橋さんがこれまで、まあね、スポーツの世界で、スポーツ工業界の世界で成功してきたのは、簡単に言えば金の力なんですよ。ね。弟の高橋治之さんがね、EIE グループで、バブル経済の時にですね、この金融の力で金をじゃんじゃが集めてですね、それを使えたことが、高橋治之さんの力の源泉になっていたんですよ。ね。要するにね、だけどね、この資金をね、高橋さんがね、今はとにかくこうやって裏金を集めるしかないわけですけどね、もう弟さんいないようですからね。だけどね、もちろん自分のためのね、賄賂だけではないわけですよ。この集めたのはね。例えば、青木の事例を見るとですね、これ、高橋さん本人への賄賂は、一応ね、検察の見立てでは5100万円。ね。しかし、ね、スポンサー料の他に2億3000万円もらってるわけですよ。多いよな、どね。こ行ったんや、その金は。そしてそのうちにですね、これはね、一月万札しかね、報じていない特ダネですけども、1億円超は、森さん、森喜朗さんへ渡っているという検察の見立てなんですよ。ね。で、そうすると、さらに、2億3000万マイナス1億円超、イコール残りの1億円超はどこに行ったのかという問題なんですよね。どこに行ったんだ、本当に。検察の認定ではですよ、高橋さんすでに5100万円ね、賄賂として受け取っているんで、まさか高橋さんがですよ、森さんよりも余計にポケットにね、詰め込んだということは考えられないわけなんですよ。ね。まあ、そしてね、まあ、要するに、ここに作ったね、パワポがあれば、ちょっとね、見せていただければなと思うんですけども、これね、このパワポを見るとですね、この3人組、政治家3人組がね、顔を揃えてるじゃないですか、がっくりを。ね。真ん中にですね、亡くなった安倍さんをですね、それから、右側にね、森喜朗さんですね、左側に菅義偉さんとかね、まあ、この3人がまず考えられるわけですよね。この3人がですね、まさに、お金大好き3人組なんですけども、まあ、こういう人たちがポケットに入れたんじゃないか。ね。当然誰もがね、そう考えるわけなんですけどもね。まあ、だけどね、残りをじゃあ安倍さんと菅さんに言ったのかと。というところになると、このところはまだわからない。これ検察は掴んでいるのかもしれませんけども、まだ僕はその情報は掴めていないんですよ。ね。もちろん想像はつきますけども、まだ僕はそれはわからない。ということなんですよね。でね、僕に入ってきた情報によるとですね、自民党の国会議員は今ね、相当焦っているそりゃそうだろと。う。特に清和会が相当焦っているということなんですよ。安倍派。安倍派ですね。だからね、まあ、どういうことかというとね、この事件、相当広がるだろうと。ね、この自民党の国会議員もね、もちろん必死に情報収集してますから。ね。いろんなルートで検察のですね、情報をしようと、いろいろ動いているわけなんですよ。ね。まあ、そこからの情報もね、僕に入ってきたりするわけなんですけどもね。まあ、そうすると、
どうも逮捕者は50人を出るらしいと。ね。そんなに一度に逮捕される事件って、ちょっと記憶にないな。すなごいいです。な。だからこれはね、本当の大疑惑事件なんああ。ですよ、これは。まあ、うん。ね。戦前にね、番長事件なんてのありましたけれども、まあ、これはね、今言っても誰もわかんないと思うけど誰も、もわかんない。これ古も、すぎます。そう、古すぎるんだけど、これもね、50人ぐらい逮捕じゃ当てたと思うんですけどね。まあ、いずれにしてもね、その中に、竹中ルートも厳然としてあるということなんですよ。帝人？番長事件って。帝人ですか？帝人、帝人でそすよね。番長って、番長ルートヤンね。キーの番長じゃないですよ、みんな。地名、番長ね。番長。番番の長ク長ラブが、ね。長じゃなくて、町の番長ね。帝人がね、帝買人。収、贈賄したですね。まあ、それはともかくとしてですね。つまりね、この竹中ルートが入っているということはどういうことかというと、これね、前も紹介しましたけど、パソナは、青木とか、角川なんかと一緒にですね、オフィシャルサポーターの中に入っているんですよね。つまりね、やっぱりね、同じように、このポジションを取るために、不正があったということなんですよ。つまり、なるほどな。青木と同じような性質のお金を渡したということなんですよ。ああ、要するに、青木15億円のスポンサー料を7億5000万円に負けてもらう、そのために賄賂渡してるみたいな、そういう感じですよね。そういうことなんですよね。そういうことなんですよ。角川も一緒だもんな。もうみんな一緒なんですよね。角川についてはまだ青木ほどのね、情報は出てきてないんで、どういうやり方やったのかちょっとまだよくわからないところがあるんですけども、まあ、パーソナは青木と同じようにやったんじゃないかということですよね。で、このオフィシャルサポーターというのはですね、これはですね、まあ、飾りじゃないわけですよね。で、必ずオフィシャルサポーターになれば、見返りがあるわけなんですよ。例えば、角川であればですね、オフィシャルプログラムであるとか、公式写真集であるとかですね、優先的に出版できる権利が生じるわけなんですよね。で、その他のね、五輪関係の参考文献とかね、まあ、大量に販売できるわけなんですよ。ね。そしてそれが売れるということですよね。で、青木についてはですね、この意欲部門がですね、非常に苦しかったんだけども、やっぱりね、この五輪のね、洋服を作ることによって、まあ、箔がつくわけですよね。そして他のね、安売り洋服店よりも品質はね、全然いいんだということで、よく売れることになるわけですよね。そしてパソナーに関して言えばですね、これはね、まあ、新しい仕事ができたときにですね、オフィシャルサポーターの中から、まず何と言ってもパソナにですね、一義的に発注することになるわけなんですよね。まあ、例えば事務方のね、100人どうしても足りないということになれば、まずパソナに連絡すそうるですと。ね、パソナが独占的契約を持ってましたから。ですよね。まあ、そういうね、現実的な実利が伴うわけですよね。まあ、そういうわけでね、パソナの売り上げはですね、2倍になった。飛躍的に伸びたということなんですよね。まあ、それでね、この人材派遣というのはですね、まあ、これ、清水さんがね、何度もね、紹介をしてくれてますけども、この薄利でですね、普通はね、10%から15%ぐらいしか、まあ、取れないということなんですよね。そうですね、ピンハネ率ってそんなもんですよ。そんなもんなんですそんなね。もん。多くてもまあ2割、3割っていう感じですね。なるほどね。まあ、それがですね、まあ、これ何度も紹介しているようにですね、このリテラにね、記事がありますけどね、なんと、日当80万円ということで、ね、これは、なん皆さと、ん、日当ですよ。ね、で、中抜き率が98.5%というですね、そういうね、そう、人材派遣業じゃなくてもですね、これは、ちょっと多現すぎ代のね、資本主義社会においてですよ、とてつもないですね、ね、これ違法なんじゃないかと思うぐらいですね、中抜きやってるわけですよ。
ピンハネのとか中抜きってまだ中身が残ってるんですけどね、中に残ってるのをちょっと抜いたって意味なんですけど、もう中全部抜いてる、これ。もうパッケージしか残ってない。ただもうこれを、ただペットボトルのジュースをちょっと飲んじゃったじゃなくって、もう全部飲んじゃって、中身ないみたいな、そういう感じになってますよ、これ。そういうことですよね。でね、まあ、そういう驚くべきことがですね、なんでそんなことができるのかということなんですよね。ここにですね、パソナが無理やりにでもオフィシャルサポートに入った理由があるわけなんですよね。つまり、人員不足が生じたときは、必ずパソナに声がかかる。であるから、98.5%中抜きなんというね、もう信じられないことをやってもですよ、まず干されることがない。ね、というね、ことになるわけなんですよ。とにかくね、このマーケット社会ではないわけなんですよね、五輪のこの狭い社会はですね。この現代社会ね、全部やればですね、98.5%中抜きなんて、ね、これも、なんちゅうか、誰も使わないわけでですね、まあ、そりゃそうだ。何考えてんだ、お前と いう何考話になえるわてけたお前になります。ね。1人に1等80万円 ね、変わって出してこないとなるわけですけどね。で、しかも本人に払われるのは98%中抜きした後かよって。使い物にならん、こんなということなんだけど、とにかく、五輪というね、狭いオフィシャルサポーター社会ですね。つまり、これね、人材派遣はパソナ1社しかないというね、ことなんですよね。なので、これ外側からはなかなか入れないですね。だからパソナはこんなことがね、法外のことができるということなんですよ。つまり、このオフィシャルサポーターということで、莫大な利権が生じたわけなんですよね。そうすると、パソナはどうしてもここに入りたかったということで、じゃあそこにですね、公式サポーターになるにあたってですね、ちゃんとしたやり方で入ったのかどうかですね。そこにですね、その公平、公正な選考基準はあったのかどうかということが問題になってですね、さらに言えばそこにはね、やっぱり請託があったんじゃないかと。ね、袖の下やって、まあよろしく頼みますよということでね。そして受託があったんじゃないかと。ね。あったとすれば、これはもう見事にですね、汚職事件となるわけなんですよね。これね、我々の用語で言えば、さんずいって言うんですけど、ほう。さんずいになるわけなんですよね。汚職の。汚職のあ、王なにるなほるど、汚ね。職さんの。ずいになる。ああ、なるほそうなんど。ですよ。で、詐欺事件はちなみにね、ごんべんって言うんですけあ、ど。そうなんだ。へえ、面白。ね、強盗は叩きとか言うんですけどね。まあ、それはどうでもいいんですけど。ね。でね、こういうですね、オフィシャルサポーターとかね、そういうものを決めるね、電通、そして組織委員会、ね、その中で力を持っているのは誰かといえば、ね、これは誰もが分かる通り、まず高橋治之さん、それから森喜朗さんなんですよね。つまり、この2人にですね、金を送って、裏側のですね、信頼を作っておけば、どんな勝手をしてもですね、何も怖くないと。98.5%中抜きしたって、ね、ここに金を送ってさえおけば、心配ないとい好うきこと勝なん手でできるすと。ね。そういうことなんですよ。ね。で、パソナの場合は要するにこういうことなんですよね。パソナのようなですね、こういうね、今言った独占権ですよね。これはね、今回の東京五輪の場合ですね、あちこちで生じていたはずなんですよ。ね。もちろん、KADOKAWA もそうだし、青木もそうなんですよね。青木なんかはね、これ前も紹介しましたけど、例えばね、オンワード柏山とかですね、日本を代表するね、一流アパレル企業を差し置いてですよ、ね、街道筋の叩き売りとは言わないけどね、まあ、そういうね、安売りのね、お店がですよ、ね、日本代表選手のですね、ユニフォームを手掛けると。そうですね。まあ私ね。は青木は好きなんですけど、オリンピックのユニフォームじゃないよねっていう、そういう感じですね。そうですよね。なんか好きな、例えば、いや、吉野家とか私好きですよ。だけど、それが日本を代表するおもてなしの料理ですって言われたら、いや、まあ、吉野家好きだけど、なんかちょっと違わんくない？っ
ていう、あ、そうそうなそりますね。うそう。そうですよ。ね。まあ、吉野家やっぱりね、パパッと食べるにはいいんでですね、おもてなしで吉野家連れていくという人は、よっぽど珍しい人ですよだね。いぶ珍しね。それと同じで、やっぱりね、おもてなしでですね、青木の洋服をね、着せて差し上げるというのは、これもはっきり言えばよっぽど珍しい人まあではあるそうわけなんですね。よ。社会人になったばっかりの時に青木のいいスーツ8万円ぐらいしますから、まあ新社会人になったしちょっとプレゼント、これだったらいいけど、日本を代表するって言われるとですね、なんかちょっと、違うなっていう感じがしまそういうすことね。なんですよね。つまりね、まあそういうことでね、とにかく利権ですよ、これはね、一つのね。で、あちこちでこういうね、企業の利権、独占権が発生していたわけなんですよね。なので、これ東京五輪はね、やっぱりね、絶対にやめるわけにいかなかったんですよね。特に金を受け取っていた、ね、おそらく受け取っていたであろう森喜朗さんであるとかね、あるいは安倍さん、菅さんなんていうのはですね、絶対にやめるわけにいかなかったわけですよ。ね。それはね、今になってよーくわかるんですよね。まあそういうことでね、とにかくパーソナルにとっては、とにかく、巨大な利権が発生していたと、ね、いうことがよーくわかるわけなんですよね。そしてそこに、それを取るためにですね、青木と同じような、ことをやったと。そしてそこに、深く竹中さんが絡んでいたと。いや、これ実はですね、青木が、とっ捕まった時に G 通信が15億円がスポンサーの下限料金だって出てたじゃないですか。で、それを賄賂を送って安くしたんじゃないかっていう話があったんですけど、そうするとですね、パソナ、15億円ちゃんと払うとなるとですね、パソナの営業利率ってオリンピックがある前って営業利益率1.5%なんですよ。つまり15億円を儲けで回収しようと思うと売上1050億円いるんですよね。で、オリンピックだけでそんな儲かるわけないだろうと。だから青木と、とか本間さんとか、あと佐藤さんの話聞いて、多分竹中さんも安くしてもらわないと割に合わんだろうなっていうふうに思ってたんですよ、私。まあそういうことなんでしょうね。まあそして、安くしてもらってですね、そして暴利を貪ることができたということだと思うんですよね。まあそういうことで、いずれにしてもですね、この東京地検特捜部のですね、直告犯は、このパソナ、そして竹中さんを追っていると。そしてさらに言えば、この50人リストの中にですね、竹中さんルートも入っていると。そういうことなんですよ。50人って、まあとすんごいででもすない数ね。だ。そしてね、そう竹中さんは、パソナをですね、この安倍さんが亡くなってね、しばらくしてですすね、ぐ辞めちゃいましたね。で、辞任を発表したわけなんですよね。これは要するに、まあ、この五輪についてもですね、東京地検がやっぱり追っていると。ということをね、察知したからであることはもう間違いないわけなんですよね。まあそうですよね。だって青木の会長もとっ捕まる1ヶ月前に辞めてたから。そうあれなんで辞すめよたのがね。6月でしょ？で、8月に辞めるってことは9月かって、そろそろだもんな、これ。まあそうですね。まあこれ早めやめておかないとね、これはパソナに対するですね、ものすごい影響がですね、悪影響がね、悪及ぶ影響が。ね、ことですよね。だから最低限もう辞めた人ですからっていうふうに会社とまあして言わないね、と。そういうことになりますよね。まあそしてね、ここまでの話がですね、この五輪捜査をやっているですね、東京地検特捜部の直告官が追及している案件なんですよね。で、これについてはですね、もうね、やっぱり、もういつ弾けてもおかしくない。そんなような情勢だと思うんですよ。まあそんなことなんですよね。まあ、そしてね、もう一つですね、これ経済犯罪専門の財政経済犯が追っている案件というのが、これ何回かお伝えしましたけども、これ郵政の局舎の問題なんですよね。そしてこれに関連しているのがですね、竹中さんが、社外取締役をやっていたオリックスなんですよね。だからこのオリックスも、
5月11日にですね、やめてるんだよもうな。ね、そう、辞任しますよと、退任しますよっていうね、発表があったわけなんですよね。つまりこのタイミングを見るとですね、これね、まあ、財政経済班がね、まあ前から追っていたっていうのがよくわかるタイミングなんですよ。だからね、まあ、だんだんこうやってね、なんていうかな、種明かし的にね、分かってくるんですけども、あ、これはオリックス、ね、財政経済班が郵政局長を追っていたのは結構早い時期なんで、それをまず最初に察知したんだろそして8月に、パソナを辞めたのは、五輪捜査はね、この頃、竹中さんの方をね、本格的にやり始めたんだなと。なるほど、それというでのが、かみたいな。そう、それでこの、なんていうかな、なんでこのね、辞めるタイミングが違うのかなと。これがね、分かってくるんですよ、なこるれほど、ね。なるほど。確かに辞めるタイミングちょっと違ったもんな。そうなんですよね。これなぜなんだろうという首ひねりましたけど、あ、そうか、検察の動きに合わせているんだと。ね。まあそういうね、合わせざるを得ないわけですからね、当然ながら。もうそりゃそうだ、逃げられない何もし。ないのにね、やめるわけないんでですね。まあ、ということで、このね、財政経済班が追っているですね、この竹中さんのね、ことですね。これはね、まあもちろん竹中さんといえばね、この、小泉純一郎内閣の時からね、新自由主義、ネオリベラリズムですね、この政策をどんどん推し進めてきた第一人者として有名なわけですよね。まあ、そしてね、山上容疑者ですね、安倍さんをね、撃ったですね、山上容疑者。まあ、この人もね、そこに入っているロストジェネレーションを大量に生んでしまったということなんですよね。つまり、この非正規ですね、企業の非正規をものすごく増やしてしまって、正規の会社員を非常に少なくした。就職を狭き門にしたということですよね。そして、まあね、このロストジェネレーションの恨みを買っているわけなんですけども、その新自由主義、ネオリベですね、その政策に基づいて、この郵政ですね、このまず、郵便貯金のね、民営化であるとかですね、それからまあ郵政全体の民営化ですよね、これを強力に推し進めてきたわけなんですよそうでね。すね。そして強力に推し進めてきて、そうすればね、まずね、官報の宿が一番最初にね、話題になったわけですよね。これ大変な問題になったわけなんですよ。で、官報の宿どういうことかというとですね、なんとね、母価、ですね、帳簿価格、つまり、これまでどのぐらいお金をね、この建設とか、まあ修繕とかね、そういうのにつぎ込んでたというね、その母価が2400億円あったんだけども、それをなんとですね、126億円の評価にしてしまって、ものすごい安いですよね。そして、そう、譲渡額が109億円。つまり、この話題の問題のオリックスグループがですね、109億円で落札しちゃったわけなんですよ。これは大問題になりましたよね。で、大問題になって結局なんかなしになった。結局、なしになっなたんしになっですよちゃったんでね。すよね。まあそれいくならしなにんなっでた。もひどすぎるっていうことで。そう、ひどすぎるということだね。で、この前ね、まあ、大体売れたわけなんですけども、まあ、とにかくね、この官報の宿ですね、僕も和歌山県のね、官報の宿ね、利用したことがあるんですけども、非常に立派なですね、非常にいいところですよ。もう本当にね、まあ、一流旅館というかですね、本当にね、素晴らしく、なんていうか、快適なところでしたね。あ、そこはね、僕が感じていたように、結構人気あったんですよ。人気あって、このね、赤字とか不良債権ってのはおかしいなと、そういうふうにね、みんな思っていたんですよ。これ実際ね、これね、これね、稲村工房さんというね、この郵政のですね、日本郵政公社の常務理事だったですね、人はいるんですけども、まあ、この人はね、なんていうかな、まあ、知る人ぞ知るというかですね、まあ、非常に優秀でですね、
もうなんていうかな、郵政省時代は郵政事務次官間違いないと言われていた人なんだけども、おう。もうその人が要するにね、非常に正義感の強い人で、まあ、これはおかしいというふうに指摘してですね、いろいろなんていうかな、内部的に暴露をしたんですよ。まあ、そうするとですね、それによるとですね、このね、竹中さんが中心になってですね、もうなんていうかな、この資産価値をね、非常に低く見積もって、そしてね、売却価格を低く抑えると。まあ意図そうい的うね、な叩き売りみたいな。そう、叩き売りみたいなね、そういうなんていうかな、作為をですね、かなりやったみたいなんですよ。要するに、まあ、会計基準をですね、いろいろ見直してですね、減価償却期間をね、短縮したり、いろいろやってですね、まあ、そういうわけでね、これ、竹中さんのね、工作があったんじゃないかと。なるほど。非常に疑わしいところなんですよ。ね。そして、人気のあった官舗の宿をですね、一括売却しちゃうっていうね、とんでもないね、ことをね、やろうとしたわけなんですよ。ね。まあ、それで、まあ、官舗の宿がそういうことなんだけども、まあ、それと同じようにですね、この郵政局舎であるとかですね、そういうものも、今もね、この払い下げはね、続いているんですよ。ね、そして、この郵政局舎、郵便局舎ね、それから社宅ですね、これはね、ものすごくね、いいところがあるんですよね。これ何度か紹介しましたけどもね、これダイヤモンド編集部がですね、まあ、ちょっと趣旨は違うんだけども、記事にしているんで、それを参考にするとですね、もう不動産がね、2兆6千億円あるということで、そしてこのね、ダイヤモンドがまとめた、この表ですね、によるとですね、郵便局舎は宝の山、ね、イオン郵政グループの主な物件ということで、まあね、東京駅のね、目の前にある、昔のね、東京中央郵便局ですね、今は JP タワーっていうね、あれになってますけども、まあ、それのようにですね、もうとにかく一等地中の一等地になるんですよ。ものすごい場所にあるな。そうなんですよ。ね。だからこれはね、実際はね、もうものすごいね、高く売れるところなんですよね。まあ、そしてね、ここにも書いてありますけども、ね、今後の主な開発候補っていうところを見るとね、これは驚くべきところなんですよね。麹町局、九段局、日本橋局、京橋局、芝局、高輪局、赤坂局、外苑前局、中野局、横浜中央局。ね。これね、もうほんと垂涎の的ですよ、これ。ええとこばっかや。ね。しかも敷地は広い。ね。これをで宝すのね、山や。そうなんですよ。これをですね、まあ、安くね、やっちゃおうというですね、そういう竹中さんのね、その企てがあるんじゃないかと。ということで、この東京地検ね、財政経済班はですね、非常に注目しているわけなんですよ。財政経済班が、その郵便局関係で、直轄班の方が五輪関係の人材派遣で、こうぐーっとこそう、そういうことですね。それからもう一つはね、これもこの前もね、お伝えしたんだけども、この NTT の局舎ですよね。もうようあるわ、本当あ、この NTT の、ね、交換機というのはに。ね、このアナログ時代のものはね、相当にでかいんですよね。で、これはね、要するにこの、ね、NEC とか富士電機とかですね、それがアナログ時代をやっていたんだけども、これ巨大なね、交換機なんですよ。これがね、この巨大な交換機を置いている NTT の局舎がですね、日本全国に数千箇所あるっていうんですよ。ね。で、これね、いずれもね、すごい、敷地が広くてですね、しかもね、この電話回線なんか多いところばっかりなんでね、立地的にもかなりね、いいところなんですよ。ね。で、これをね、民間に売ったらですね、ショッピングモールとかマンションとかですね、相当いいものができるわけなんでそうすでよ。すね。ね。で、今はね、なんかね、どこもかしこも有刺鉄線が張られてですね、廃屋のような感じになってるっていうんですよね。まあ、そんなに大きい設備いらなくなりましたからね、今そうは。なんですよね。そういうことなんですよね。まあ、そういうことでね、これも竹中さんが狙っているということで、これにもね、まさに、東京地検の財政経済班が目を光らせているわけなんですよ。ね、ということで、まあ、竹中さんに関してはですね、
直轄藩と財政経済藩とうん。両方が追っているというですね、驚くべき展開なんですよ。すごいよな。そう。いやでも、なんか、そろそろじゃあ、早く、早く、結果出ないかなっていうふうに多分。いや、これ竹中さんって、多分、森喜朗と竹中平蔵、今、現在進行形でどっちの方が人々の、なんだろう、悪名として取り響いているかっていうと、一般人にとっては竹中平蔵の方が、ものすごい、インパクトあるんじゃないかな、逮捕されたあ、あら。るでしょう。これ、だからさっきも言ったようにですね、ね、清水さんもね、その中に入るね、お一人だと思うんだけども、このロストジェネレーションですよね。そういう人がこういっぱいいるわけですいや、よ。めっちゃいるよ。一体ね、こんな世の中に誰がしたんだってね、なった場合にですね、みんなまず真っ先に考えるのは竹中さんですよね。ああ、ふざけんなって話じゃないですか。ね。だからそういう、まあ、竹中さんのね、この新自由主義、ネオリベラリズムね。まあ、これについてはね、ちょっと前の動画でね、かなり詳しくね、アメリカ時代の研究からいろいろね、紹介したことがあるんですけども、ね。まあ、これ要するにね、竹中さんはね、このレーガン時代っていうかな、アメリカ大統領レーガンっていうのがいてですね、その時にね、この新自由主義ってかな、ってのがものすごく流行ったんですよ。つまり、経済を良くするためには、金持ちだけをね、大事にすりゃいいと。あとは、金持ちね、金いっぱい持ってる。それをさらに増やせば、まあ、トリクルダウン、まあ、滴り落ちるっていうんだけども、お金がですね、下の方に、まあ、我々のような下層民の方にですね、滴り落ちてくると、トリクルダウン。そうですそうね。いうね、理論なんですよね。まあ幻想なんですけどね。そうそう。まさにその通り。全くね、現実は、そんなことはね、起きなかったんですよ。起きようがないんですよ、そんなものは。ね。ということで、もうこの新自由主義、ネオリベラリズムというのは、もう世界的にはもうね、そんなのはもうね、幻だというふうに言われているわけなんですよ。ね。で、それを日本で、やったのがですね、一番最初は中曽根さんだったんですよね。それから小泉さんに引き継がれて、そして竹中さんが、そのね、哲学をですね、アメリカから直輸入してですね、まあ、竹中さんはね、今さっき言ったように、そういうレーガン時代にアメリカの方に留学していましたので、そのままね、思想にどっぷり使っちゃってるわけですよ。ね。いや、で、それ本で、当そうだよ。そう、そういうことなんですよね。それで竹中さんがその非正規をね、いっぱい入れて、とかね、それから郵政民営化とか、そういうことをいっぱいやったわけなんですよね。まあそういうようなことで、まあしかしね、この東京地検、ね、検察の捜査というものは、これはね、何度かお伝えしているように、時代の画期というかですね、時代を変える、そういうことがね、大きい使命の一つになっているんですよ。ということで、今回もですね、本当にこれによってですね、新自由主義の時代が終わると。こういうね、これなんていうかな、事件、捜査なんですよ。ということでね、竹中さんというのは、まさにね、あれですよ、ジャパネット高田じゃないけどね、逮捕、なんと50人の中のうにち入っのてると。ね、その竹中ルートっていうのはどうもある。といなるうでほすどね、ね。信頼すべき情報筋によるとですね、そういうことになっているんですよね。まあ、竹中さんといえばね、この東洋経済のインタビュー記事の中にですね、皆さんには貧しくなる自由があるということだ。何もしないなら何もしなくて大いに結構。その代わり貧しくなるので貧しさをエンジョイしたらいい。ただ一つだけ、その時頑張って成功した人の足を引っ張るなと言いたい。こんなことよく言うなっていう。とんでもねえよ。これはひどいですね。もう貧しさをエンジョイしたらいいって、そんなね、貧乏をエンジョイできるやつはいるか。いや、そんなね、何を言ってるんだと。で、しかもこれ、若い人はっていうふうに言ってるけど、今もう若い人以外もこんな感じになっちゃって、大変な時代ですよ、本当に。竹中さんはね、本当に調子に乗ってましたね。乗ってました。まあ、過去形って言うのもちょっとおかしいかもしれないけども、なんていうかな、もうその、ネオリベの本家のね、アメリカとかなんとかでもですね、
そんな竹中さんほどね、ひどい発言をする人ってのはね、僕ね、見たことないですよ。貧しさをエンジョイとかね、貧貧ししくなる自由があるってね、バカじゃねえかと。まあ、そしてアメリカもね、だんだんその一人の、お金持ちが、全部を仕切るっていうのはおかしいんじゃないかっていうのが、まあ、どっちかっていうと、流行りみたいな感じにそうですね、よ。なっこてきれてはるんでもうすけね、ど。前からそのウォールストリートをね、そのオキパイする、占拠するね、オキパイ運動ってのが起きてますよね。つまり99%の普通のね、暮らしをしている人たちと1%の金持ちとですね、まあ、これ今対決している構図なんだ。ね、そしてその象徴の街である、このウォールストリートをですね、まあ、日本で言えばね、兜町みたいなところですけども、そこを占拠しようという、ね、運動が、ね、起きましたよね。もうこれ、世界的な動きだと思いますよ、それはね。まあ、最近ちょっと有名な話で言うと、パタゴニアっていう、このアウトドアの服のメーカーがあるんですよ。で、これ、イボン・シュナイドさんっていう人がですね、このパタゴニアをまあ作ってですね、どういうふうにやったかっていうと、地球が私たちの唯一の株主ですということでですね、自分の上場益30億ドル、およそ4200億円を環境保護に取り組む団体に寄付した。こうやっぱ、こういう動きが、もうだから、俺が金儲けしてうまくいったんだから俺のもんっていうのはですね、なんかだんだん、ダサいっていう空気になってきているんですよね。だから、まあそういう意味では検察が時代の流れを変えるっていう意味では、まあ小泉時代から続いたこの新自由主義的なものを、まあアメリカからちょっと遅ればせながら、こういうものを、まあ排除するとっていう流れが、こう出てきたんじゃないかなっていうふうな、ふうに希望を抱きたくなる。まだ逮捕されてないから何とも言えないけど。そうですね。まあそしてまたね、この竹中さんに限らずね、この五輪捜査というのはですね、一番最初にお伝えしたように、とにかく大規模な捜査になる、ということはね、ほぼ間違いないと思うんですよ。ね、まあ、これはね、まあ、後々の世までですね、かなり衝撃的な事件になるだろうな、というような気がしますね。確かにな。しかし50人か、あと40人くらい、一体誰が、あれやこれやどれやといっぱい。で、あと武田恒和さんって、今逮捕されてる高橋治之さんの、後輩、悪友、先輩後輩の中ですよね、あの人、慶応時代の。慶応大学時代の3年下ですかそうね。ですよね。ってことで、なんか理事会とかでも、あいつねとかっていうふうに、呼んでたっていう。多分ね、今、とっ捕まってる、高橋元専務ね、電通の。うわー、常まで捕まっちまったのか、あいつにいろんなこと言う知ってるからだ、あいつ吐かねえだろうな、っていうふうに、多分今、めちゃくちゃ不安なんじゃないかなるほどな。ね。そういうことですよね。だから高橋さんのね、周辺というのはもうね、相当外堀埋まっちゃっていてですね、ね、もうこれでね、竹田さんが捕まればね、まあ、いろんなことが暴露されるわけですよね。で、どん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 暴露されていったら、まあ、それこそ逃げられなくなるし、突っ張るだけもう意味がないみたいな感じになってきますよそね。ういうことですね。だから検察としてはね、おい、高橋、お前一人頑張ってたってな。しょうがねえぞ。もうみんなな、外堀埋まってんだ。なあ、みんなな、お前が敬っている先生方はな、外でうまいもん食ってんだぞ、今いや、本から。当だよ。なあ、お前はな、今日も、活動か。またカツ丼食いたいのか？もうゲロっちまえよみたいな感じで。ね、そんな感じで責められるわけですね。次の交流が終わるのが国葬の前か。そうですね。26日ですね。で、そこからさらに再逮捕までしたら最ま終た逮20捕。日か。まあそういうことですね。しかしこれ、ちょっと変な言い方ですけど、高橋元専務も、あんまり吐かないからこんなに長引いてるわけですよね。そうですよ。そういうことですよ。だからこれを吐けば、再再逮捕はないですよ。まずね、検察が狙ってるのは、これ何度も言いましたように、
高橋さんから森さんにね、行ったというふうに考えられる1億円超ですよね。この件を検察は何としても、これは固めたいと。ということですね、まずね。そしてそれからさらにまだ伸ばせるものは伸ばしたいということですよね。絶対なんとかその裏にいる政治家たちをとっ捕まえたいと、いそうういういうこ欲とです求ね。があるわけですよね。そういうことですね。もうとにかくね、一番最初に言ったように、この市川特捜部長ですね。それから甲斐検事総長ですね。それから落合東京高検検事長ですね。もうとにかくこの3人をね、もう粛々とね、法と証拠に基づいて捜査を進めるということで、これはもうね、よっぽどのね、指揮権発動みたいなものがない限り、これはね、止まらないですよ。止められないだろうな。で、そしてそれをやったらやったで、よっぽど隠したいことがあったから捜査止めたんだなって言って、結局支持率も下がちるろん。からね。いや、もう下がるどころか、これはもうね、終わりですよ。岸田政権終わり。発動しても本当にすぐ終わると思いますよ、もそうなりますよね。う。いやー、で、ちなみに途中で出た番長事件、帝人事件って、あれ結局起訴されたの無罪になっちゃったんですよね、確か。そうなんですそよ。う、あれはだから、ね、あれは検察ファシズムとか言われたやつなんで、そういうのじゃなくて、今回はちゃんとやってほしいなと思いますね。全然のあれとは全然違いますから。いやー、懐かしいな。すっごい昔に勉強したのを思い出しました、帝人。いやー、しかし、こういうオリンピック、冒頭も言いましたけど、コロナがめちゃくちゃ流行ってて、医療崩壊して、ほら、妊婦さんが、病院行けなくって家で流産しちゃったっていう悲惨な事件とかがあっても、オリンピック、なんでやりたかったんだろうっていうね、それは何なのかっていうと、こういう利権が裏に絡んでたからって考えると、腑には落ちるけど、ふざけんなっていう話ですよね。で、さらにそういうコロナの対策とかの PCR 検査とかは、統一教会のね、応援があった立候補者が政治家で利権として持っていたとか、もうとにかくむちゃくちゃなのよ。で、そういうのを、このね、コロナ日本国書っていう佐藤さんの新刊、こちらでね、特別動画講義でも喋りたいなというふうに思っています。ね、なのでね、佐藤さんね、ぜひ応援のためにもね、これ3万3000円するんだけども、サイン付き。ね、そしてなんと、特別動画講義6から7個付きということでですね、ぜひ買ってほしいなというふうに思います。これね、一般販売よりも早く皆さんのお手元に届きますので、ぜひね、買ってほしいと、買い方はこの YouTube 説明欄に書いてありますんで、ぜひ見てください。今日もドックしちゃー。佐藤さん、たくさんサインお疲れ様でした。どうもー、お疲れ様ありがとうございました。でーす。はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万札の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。